さあ今宵も行きましょうか。本日の事件は石垣博文失踪事件でございます。でこの事件はまあ解決しそうで未だに未解決となっている事件でございます。でちょっとねまあよくありそうだなと思うんですが、個人的に深く考えていくと不可解な謎に包まれた事件でもあります。またねそのまあ正論といいますか道徳的に考えますとまあ解決してほしい事件でございます。また事件を始める前に当チャンネルに少しでも興味が湧きましたらぜひともチャンネル登録そして高評価コメントよろしくお願いいたします。では行きましょうか。それではこの事件について皆様にご説明したいと思います。まず最初に失踪者情報から皆様に説明させていただきます。まず失踪するのは石垣博文さん、失踪当時24歳でございました。生まれは1993年3月1日生まれで、身長が171センチの痩せ型でございます。英語が堪能な博文さんは山梨県の大学を卒業後、埼玉県越谷市にあります電機メーカーに営業職として就職をいたします。その後にとんでもないことが起きるんです。ではここからは社内や同期からの評判を皆様に説明したいと思います。会社に入社した博文さんは同期たちと一緒に社内研修を受け、非常に真面目に働いていたそうなんですよ。で周りからの評判そして意見などその辺を書いていきましたが、まあまあまあ非常に真面目な性格で、ギャンブルもやらない、お酒もやらないで、ちょっとここの文言がすごい気になったんですが、大きな借金もなかったそうでございます。ただね、大きな借金はないということは、もしかしたら細かい借金はあったのかもしれないですよね。で博文さんは人付き合いはすごく良かったそうなんですけど、彼女がいたとかそういう女関連の話はあんまり出なかったそうなんですよ。で仕事や私生活での悩みの話も全然上がってこなくて、全く思い詰めるような要素はなかったそうなんですよ。ただちょっと個人的にね、もし大きくなく細かい借金があるのであれば、ギャンブルもお酒もしてないとしたら、たった一つしかないように思えます。そして連絡が途絶えてしまうのが2017年8月の13日なんですよ。社会人1年目の石垣博文さんは社会人として初の夏季休暇を実家で過ごそうと、お盆には帰るよというふうに静岡県のご両親に LINE で連絡をしておりました。また高校時代の友人にはお盆休みに帰るからと連絡をしていたそうでございます。けれども博文さんが実家に帰ることはありませんでした。この時まだ会社の研修期間中でございます。なんとここで博文ちゃんの失踪が発覚いたします。8月17日になりまして、博文さんの勤める会社から実家の方に電話が行くんですね。ちょっと無断欠勤しておりまして、その話を聞いた父親は一人暮らしをしている越谷市にあります博文さんの自宅アパートに行きまして、管理人さんに言って鍵を開けてもらうんです。中を見ると男やもめなので散らかった状態ではあったんですが、鍵は窓を含めしっかりと閉まっていたんですよ。まあその状況から素人から見ても事件性があるようにはちょっと見えなかったそうなんですよね。同行してくれた警察の方も
同じように判断をしていたそうでございます。その足で警察に行きまして捜索願いを提出いたしますけれども、警察としてはちょっとこれ事件性があんまりないですよねというようなことで、積極的な捜査は行われることはありませんでした。ではここで広文さんの手がかりその1を皆様に伝えたいと思います。広文さんのお父さんは、広文さんが失踪した後 SNS で情報発信を行っておりました。そしたらなんとご両親のもとに横浜のコンビニエンスストアから似たような人がちょっと来ているんですよね、防犯カメラを確認してみますかというような連絡が入ったんですよ。で、広文さんはまあ確かにね、越谷、埼玉県の越谷に住んでいたんですが、横浜ベイスターズの大ファンだったんですよ。なので横浜に現れる可能性もゼロではないというようなことで、その防犯カメラ映像を確認してみると、なんと間違いなく広文さんだったそうでございます。小ざっぱりとした上下白の格好をしていたそうで、父親は新興宗教の服装のような印象を持ったそうでございます。またその他にも町田駅前にいたとか、横浜の馬車道にいた、そういうような情報も入ってきたそうでございます。そして2019年の4月に横浜スタジアム内のショップでベイスターズの白地に青のストライプの入ったユニフォームを着た広文さんらしい人を見たというようなショップ店員からの目撃情報も入ってきたそうでございます。ここからは私の憶測といいますか考えになってくるんですが、ベイスターズファンの広文さんはまあ関東圏内に住んでいる可能性が高いのではないかと思います。また横浜に行きやすい、そういう立地に住んでいる可能性が高いのではないかと思います。そして2つ目の手がかりなんですが、父親は月に2回1000円から3000円を広文さんの口座に振り込んでいるんですよ。そしてそのお金がある一定期間経過すると引き出されているんですよね。ただ警察が介入しているわけではないんですよね、この事件は。先ほども言いましたが、広文さん自らの意思でいなくなっているというふうに判断されておりますので、引き出されていることはわかるんですが、どこの ATM からいつ引き下ろされているのかというような詳細の情報を得ることには至っていないんですよ。はい、まあここまで言いますと、まあそういうこともあるよねというふうに思ってしまうんですが、ちょっと個人的にはね、最大の謎がなぜ家族に連絡をしないのか、それともできない環境なのか、その辺が非常に気になります。というのがね、その個人的にはね、この事件を聞いて、まあ普通に一回逃げてしまって連絡が取りにくいと。でその20歳超えていれば家借りるにしても、保証会社を間にかませれば別に親のそういった承諾とか、また保証とかそういうのもいらなかったりするんですよね。で小さい会社だったらなんとかなるケースもありますし、ましてアルバイトとかだったら別に保証にはいらないよというふうになってくると思うんですよ。それで普通に働いていて何も困っていないから連絡をする必要がないからめんどくせえやとか思ってるように思うんですよね。でもね、その反面、父親が振り込んでくれているお金を使ってますよね、下ろしてますよね。下ろしてるっていうのは完全に逃げているというようなわけではないんですよ。自分の存在をアピールしていることにもなりますから、そこが矛盾点が生じてくるんですよ。まあ本当の、なんて言うんですか、ちょっとね悪い言い方、
クズだったらこういうケースもあると思うんですよ。まあ世の中にいますけど、でも普通に考えてそれだったら親に1回ぐらい連絡するし、親にもっとすねかじると思うんですよね。でもそういうことをしていない、それが私にとってものすごい謎なんですよね。まあできればね、普通に働いているにしても、親のお金を受け取った以上、一度は必ず連絡をしてもらいたいなと思います。それが道徳的に見て正しい行為だと私は思うんですよ。時としてね、そういう正論が通じないケースもあります。ただちょっと深読みをしてしまうと、ずっと前の動画でも言ったんですけど、その放浪している人を拾って、それをいろんなところに働きに行かせ、人件費を搾取してる、その893の方も結構いらっしゃるんですよね。産廃業者のところに潜り込ませたり、またはね、その建築のところに送り込んだりで、結構搾取するんですよ。で、実際前の動画でもちょっと言ったんですけど、搾取されている側の方に取材を取ったことがあるんですね。で、まあ本人はね、やっぱりその文句はなかなか持って言えないんですけど、やっぱ言葉の端々に取られていなければだいぶ楽だよねっていうことをやっぱちょこちょこ言うんですよ。その人によって変わるらしいんですけど、最近は満額その人の口座に振り込まれるようになっていて、その人から直接手渡しで受け取るケースと、あともう一つはその口座をその管理してる893の人が持ってて、その中からお小遣いをあげているっていうケースもあるんですよ。で、これがね、さらにディープな方に行ってしまうとどういう風になるのかって言ったら、その近年ある受け子とかそういう方向に流れてしまうんですよ。そういう風になってしまうと自分の首を絞めるということになりかねませんので、ちょっと深みにはまってしまうと、よりディープよりディープっていう風になってしまう恐れがありますんで、まあそうなる前に父親母親に一回連絡を取って、その今一度立て直すっていうことが必要なのではないかと思います。はい、ではね、エピローグに移っていきたいなと思いますが、まあ行方をくらましてから約3年半経過しております。で、よくね、こう巷で役職が人を作る、その役職になることによって人が成長していくっていう言葉もあるんですが、その反面ね、環境が人を作るっていう側面もあるんですよ。その先ほどもちょっと言ったんですけど、どん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 マイナスにもなっていくんですね、人って。まだまだ全然やり直しは効く年齢だと私は思うんで、まああと何はともあれ、父親がご両親がこういうふうに、その今もなおやっぱ呼びかけ続けておりますんで、まあちょっとおせっかいかもしれないけど、やっぱり戻ってもらいたいなと思うんですよ。それがそのいろんな側面で見て、いろんな角度で見て、やっぱり幸せに通じることだと私は思うんですよね。で、このまんま深みにはまってしまったら絶対いい方向になんか行かないような気がするんで、まあ普通に就職してどこかで働いている可能性も十二分にありますけど、だとしたら安心させるために連絡取ってやれよって話なわけですよ。でもそれができない状況だから連絡できないんでしょっていうふうに思ってしまうんで、これはね、しっかりと連絡を取ってもらいたいし、また横浜方面に現れるそうですので、もしね、そういう風になったら、その埼玉県警越谷署にて情報提供を受け付けておりますんで、越谷署までぜひともお願いしたいなと思います。いやー、ちょっとね、まあ今こういう風に話してるのは、生きてる前提とか逃げている前提で言ってる部分もありますけど、本当に深みにはまっていて、もう連絡できない状況になっている可能性も十二分にあります。ただ
その本当にそうなる前に一回解決した方がいいと思いますんで、ちょっとねおせっかいかもしれないですけど、もし自分がその立場だったらっていう風に考えたら、または自分が親だったらっていう風に考えたら、ものすごい不安だし辛いと思うんで、でどんなに情けなくても絶対親だったら文句は言うかもしれないけど、最終的には絶対受け入れるもんだから、まずはね勇気を持って一歩踏み出してもらいたいなと思います。でもうドツボにはまってたとしても絶対助けを求めた方がいいと思います。ではではでは、またお会いしましょう。チャンネル登録高評価お願いいたします。ありがとうございます。